広島カープ塾始めます。今日はですね、まあ、ジャイアンツ現在所属なんですが、大竹投手が引退をするということなので。あ、分かりました。じゃあいつも通り私の方からですね、大竹監督、投手の早く歴をですね申し上げます。大竹監督投手ですね、1983年5月21日生まれ、右内野右打ちと。陸ちゃんおっしゃる通り、今はジャイアンツですね、所属は。38歳です。184センチ、96キロ、投手。カープで、プロ野球に入ったんですけども、2001年、ドラフト1巡目、ドラフト1位ということですね。で、初出場が2003年の9月26日なんで、まあ、2002年は登板はなかったということです。高卒ですね、浦和学院、高等学校で、カープには2002年から2013年ということです。ジャイアンツは2014年からこの2021年、まあ、今年引退ということですね。あと国際大会プレミア12ですね。これ、チラの本2019年に選ばれてます。これも、金メダル、まあ、1位取りましたので、金メダリストでもありますということです。それでは、塾長お願いいたします。はい。で、まあ、大竹投手もそうなんですけれども、まあ、多分もうね、2000年代、と言っていいと思うんですが、まず 1年目はちょっと大きい、まあ、高卒の2年目は、まあ、カープの場合ちょっと体力強化の面があるので、難しいんですが、もう 3,4 年目に1軍にいないと、もう1軍に入れてないんですね。いや、もうこの1軍に入れてないというのは10年以上を活躍できないという、うん、最初は重要ですということですよね。はい、要はこれは要は体力の面と、要は大竹投手については島内投手に被るんですね。ああ、そうです、ね、濃紺のフォークボールピッチャーだ、で抑えやってたと。ところが、この大竹投手の時代の時は、まだ通用したというか、バッターの方も、スイングスピードが遅かったので、始動が早かったので、ストレートとフォークの見分けがつかないまま振るっていう状態だったんですね。もう止まらないということですね、フォークからだった。そうです。ところが、今はスイングスピードが速いので、始動が遅くてできるので、もうフォーク、あ、ボールって言ったら、振らないんですよ、バッターが。横から見ると、ギリギリまで最近のバッター、振り出さないってことですか。そういうことですね。それはスイングスピードの問題が出てきてますので、ここにカープのフロント、もしくは投手コーチが、追いついてないのかなと。この2003年4年くらいのカープのこのカープ塾の皆様ですね、大竹監督者多分知らないってことはないと思うんですけども、当時の最初の頃の大竹投手の状況っていうのは、まあ、知らなかった、忘れてる、いろいろあると思うんで、ね、2003年の3登板で2先発なんですね、1勝1敗、はい、まあ、使われ方もやっぱり勝利数負けがつくというところまで使ってるというのがすごいなと思います。で、2004年、塾長がおっしゃったように、これ中継ぎ、もしくは抑えなんですね。43登板5先発で1完投と。で、途中からまあリリーフに回ってですね、もしくは抑えになって、6勝5敗17セーブということです。僕は 3.18 と。で、次の投手はまた今度先発戻るんですね。
28登板28先発10勝12敗と、次の年も、まあ、先発です。39登板29先発。その2007年が、次が27登板24、次が28登板27先発、次が29登板29先発。そうです。これはですね、大竹投手を先発にするために、長川投手取ってるんで。結局、ジャイアンツ行くまでの大竹投手というのは、1年は、まあ、中継ぎリリーフ、抑えでやってましたけども、で、2013年に10勝10敗で、次の年から FA で、2014年から、まあ、ジャイアンツなんですけども、ジャイアンツの時も最初の数年は先発だったんですね、9勝6敗。はい、で次が11登板11先発、次が17登板16と、で次は2017年13登板13先発と。なんですけど、2019年から本格的に中継ぎに移動してですね、初ホールドも、まあ、カープ時代は1回ホールドつけるんですけども、4勝0敗 8ホールドとか、2020年は、原監督が戻ってきてほしいですかね。そうですね。ですね。そうです。で8ホールドと、16ホールドと、でまあ、勝利の方程式使えたという感じですかね。はい。はい。なので、これ、大竹投手の時は、まだ、なんとか、育成の間に、バッターが振ってくれてたので、成長できたんですけれども、今、島内投手がそこで苦しんでるんですね。やっぱバッターの成長というか、その当時の2000年前半の、一桁台の2000年代とはちょっと違うということです。違うということです。それと、カープは、これはフロントを含めてよく見なきゃいけないのは、高卒は先発なんですね。これは高卒の社会人上がりも先発なんです。津田投手とか川口投手とか、北別府投手とか、基本的には高卒は先、大竹投手、前田健太投手、はい、で途中からですね、これドラフトの、まあ、カープも、そうは言ってもなかなか育成できなくなったんで、栗投手とか大瀬良投手とかの、野村雄介投手とかもう大卒先発っていうことに切り替えてはいるんで、って言いにくいんですが、2010年の前までは高卒イコール先発の成功率が高い、逆に言うと、大学行って社会人とか、大卒って抑えと中継ぎが成功してるんですね。だ同じ2000年代なんですけど、前半、まあ、10年単位で見ると、まあ、2000年から2009年ぐらいまで、まあ、それはぴったり切れないまでもう10年代、20年代で、だいぶ様変わりしてきてるということですね。そういうことです。それと、大竹投手が、はい、まあ、うまいというか、この前田健太投手がメジャーに行って変えてる件もあるんですが、自分の肩と肘の状態を見て、逆にフォークを捨てて、同じ肘と肩に負担があるであろうシュートに変えるんですね。今ではこの大竹投手の代名詞ってシュートですもんね、今。そうです。ね、ただ、カープの抑えとか、カープ時代はフォークですから。
まあ、イメージですけど、特にカープ時代の前半っていうのは、やっぱりこう暴投するっていうイメージはありましたよね。球は速いけど、暴投が多い。そうですね、結局、ここキャッチャーが取れなかったせいもあるんですね。フォアボール冒頭で失点というイメージがちょっとありましたよね。これが島内投手が結局冒頭なんですね。そうですね。ただ、あの当時は、そうは言っても大竹投手は、セーブポイント、セーブがついてるんですよ。そうです。2年目、そうですね。はい、その通りですね。ところが、今の島内投手は、成績上つかないんですね。ホールドもつかない。まあ、それは結果が出ないからつかないって、まあ、そこは結果との問題なんですが、それぐらい打者の力量も変わってますので。この大竹投手で見ると、まあ、当然若い頃って威力ある速球で三振を取ってたと。一方で、まあ、フォアボールやね、暴投もあったんですけども。肘痛めたんですよね、何回かね。肘は痛めてるんですね。肩ですかね。で、シュートとかチェンジアップを覚えていって、こう割合と投球の幅っていう。そうですね、まずチェンジアップから入っていくと。で、インコースがないので。そうですよね。で、シュートと。シュートを覚えて。でただこれはですね、まあ、よく言われる平松、まあ、本当に昔の話だと、太陽という球団があった、今のベイスターズの前身の前身の平松正治投手とか、例えば、まあ、シュートで一世不備して、まあ、成績は残したけど、晩年はどうしようもなくなった川崎健次郎投手。とは違ってですね、そこまで切れないシュートにしたんですね。内野ゴロ出せればいいので、空振り取るシュートは投げてないんですね。そうですね。なんかこの熟中、こう晩年の大竹投手ってどっちかというと、その横の揺さぶりっていうイメージはありますよね。まあ、もともとスライダーは良かったんです。スライダーは投げられてて、それでフォーク。ただ、打ち取るボールは、まあ、抑えやってるとフォーク。でも、先発にカープ時代も戻ったときは、イニング上、スライダー投げないと、球数が持ちませんので。そうですね。まあ、こう、手を出させて、詰まらせるという感じ。そうです。まあ、当然、今のマツダスタジアムより、まあ、狭い、広島市民球場という時代だと、あの時代ぐらいから、打者のパワーが上がって、もう、正直言って詰まった打球もホームランなんですね。そうですよね。ありますあります。全部が会心だからホームランとは言えないですもんね。言えないぐらい、ちょっと打者の力量がかなり、パワーという面がまず大きく変わり、で、技術がもっと変わってきて、追いついてきたというか、変わってきた時代なので、ここがですね、本当はですね、島内投手は大竹投手を見習わせたいんですね、VTR 見せて。そうですね。別に、こんな、まあ、表現悪いですけど、こんな投球でも抑えられてた時代があるんですよ、と。そうですね。本当ですね。要するに今、島内投手が困ってる、まあ、カープのフロン、まあ、多分首脳陣も困ってるのは、結果が出ないことに困ってるかとは思うんですよ。じゃなくて、結果が出ないことに困らせるんじゃなくて、
こういう時代であなたのボールはあの当時に比べて負けてないんですって教えることも大事なんですね。そうですね。こうファールを出せると、まあ、特に最初のファール、ストレート、ストライク、それは速球って有益ですけど、それを重ねてじゃあ最後までストレート行ったから三振とか外フライを打ち取るという内野フライとか打ち取るわけでもなくなっちゃってますからね、今ね。なくなっちゃってますので、うん、要するに島内投手に、まあこれは各カープの投手に言えるの、まあケムナ誠投手とかね、ジャジャス投手とか岡田投手に言えるのは、ど真ん中でファールを出せるボールを投げさせる訓練なんですね。今、塾長が挙げていただいた矢崎投手、例示というか、それは、まあ、なんていうんですかね、いわゆるこうスピードボールの、そういったピッチャーのことですね、要するに、ね。そういうことですね。またスピードボールでやらなきゃいけない投手に、コントロールを言い出すと、うん、間違いなく7掛けぐらい、うん、でもともと濃厚ですから、起きに行くんですよ。だから威力はもっと落ちるんですね。威力はもしかしたら3割ぐらいになっちゃうと。昨年は2020年、まあ特殊な、ね、シーズンなんですけども、あのジャイアンツ対ソフトバンクの日本シリーズがあって、4連勝ソフトバンクがして、まあいろいろこうパ・リーグがやっぱ強いとかいろいろ揶揄されたり、セ・リーグがちょっと残念なことになったんですけども、パワーピッチャーっていう言葉が少しこう、なんていうか、流行り言葉になったり、注目されたじゃないですか。特にパ・リーグは、はい、はい、まあ千賀投手はじめ、はい、このパワーピッチャーがいるかどうか、そのカープは結構いるんですよね、パワーピッチャーは。いるのにもかかわらず、パワーピッチャーの長所を潰す発言をしてるんですね。そうですよね。フォアボールを出すなとか、ストライクを投げろとか、でど真ん中で打たれたら真ん中投げるなとか、で違う、パワーピッチャーにコントロールなんかもともとないんで、真ん中でどれだけファールを、今のバッターに真ん中で空振りなんか取れないですか。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。